真冬にね、寒いスターバックス、スタバに行こう、スタバのコーヒー飲んで、あったまるわー、地獄。体冷え冷えで人間冷え冷え人間になって死にますよっていうことなんですよ。だから取れないですよ。っていうことなんですよ。だからね、ほんと季節とか地域に合った食べ物を食べましょうね、ということ。塩の語源、日本人とサラダ、日本人とフルーツ、冷えてる人と温まってる人は食べ物が違うよーということで、それを知ってほしいということでお届けしていきたいと思いますね。よう考えてみて、これをね、知ってからのこの後の人生と、これを知らないまま人生を送るのとでは本当にえらい違うんですよ。サラダとかフルーツどうやって食べればいいかなーっていうことを腹落ちして環境に応じて分かっていくっていう、この動画を全部見終わってからのあなたの人生と、このまま何も知らずに毎日毎日アイスクリームばっかり食べたりバナナばっかり食べたりしていくあなたの人生とえらい違いなんですよ。だからね、本当にこれ見ていてほしいって思いますんで、ぜひ最後まで見ていってくださいね。本当にサラダの語源って何か知ってますか？サラダの語源はなんとソルトなんですよね。すごいですよね。塩ですわ。サラダっていうのは結局ね、日本語じゃないんですけどね、ソルジャーも結局同じです。ソルジャーとかサラダっていうのは結局ソルト、塩が語源ということですね。戦いに行ったりお仕事しますよね、働きますよね。その後の対価としてご褒美として塩をもらってるということがあったんで、そこからサラリーとかサラリーマンもそうです。サラリーとかも来てるということなんですね。で、そんな大事なサラリーマンとかサラダとか、ソルジャーとか、そういうことが語源となってるってことは、それが塩っていうことは、やっぱり塩ってね、どれだけ大事かということなんですよね。日本人は50年以上前にはサラダ全然食べてなかったんです。何ももともとなかったんでね、生野菜が食べられる状況じゃなかったんで、日本は。なぜかというと、日本はね、人糞、うんことかおしっこを畑に巻いて、それを肥料としてもくもく育ったやつを食べてたんですよね。だから寄生虫とか害虫とかがやっぱりいっぱいいたんで、そのまま生で食べてたら、そのいっぱい寄生虫害虫を食べちゃうことになるということで、生野菜っていうのは食べられてなかったんですよね。だけど今、化学肥料とか農薬とかが発達することによって、日本は生で野菜を食べることになったんですよね。それまで日本はどうやってたかっていうと、基本的には根菜ですね。大根とか人参とかごぼうとか芋とか根菜類ばっかりを食べてて、葉物っていうのは全然食べてなかったんですよ。なぜかっていうと、葉物って野菜っていうのは栄養素としてはカリウムが多いんですよ。それに対するミネラルっていうのは何かっていうと、ナトリウムなんですよ。ナトリウム、前のね、以前の動画で出した、この動画で出してるんですけどね、こっちの動画で見てほしいんですけど、細かくは。細胞の中にはカリウムがある、細胞の外にはナトリウムがあるっていうことぐらい、カリウムとナトリウムっていうのは対比するぐらいものすごい重要なペアの栄養素なんですよね。野菜にはカリウムがいっぱい含まれてますよね。だからサラダっていうのはソルトか語源のように、なぜかっていうと、葉物野菜に塩をパラパラパラー、ナトリウムをかけて、カリウムにナトリウムをかけて食べるっていうのは美味しいし、体の中のバランスが取れるイコール味が美味しいということになると。フルーツはカリウムが多いものとか少ないものとか、まあいろいろあるんですよね。でも違いというのは結構簡単で、南国フルーツっていうのはカリウムが多いんですよ。南国フルーツはカリウムが多い。南の人はじゃあどうして南国フルーツっていうのを食べるのか、わかります？その答えは簡単、暑いからなんですよ。南国は暑いから、あったかくなった体を冷やそうとするためにカリウムの多いフルーツ、南国のフルーツを食べるということなんですよね。暑い南国の人がカリウムの多い南国のフルーツを食べますよね。もぐもぐもぐと食べますわ。そしたらどうなるか、体が冷えるんです。体が冷えず、南国の人が南国のフルーツを食べると体が冷えると。だからマンゴーとかパイナップルとかパパイヤとかね、バナナとかそういうのあるじゃないですか。そういうのを食べて、南国の人は暑いから体を冷やす、クールダウンさせるということなんですよね。だけどね、真夏に日本人何食べますか？スイカ食べますよね。スイカにもカリウム含まれてるんですよ。真夏にできますからね。真夏にできたスイカをカリウムが多いから食べる、カリウムが多いから体が冷える、冷えすぎないように白い粉をかけますよね。何でした？塩です。
塩。だスイカに塩をかけて、カリウムにナトリウムをかけて食べて体が冷えるけど、塩で体を温めるっていう風に美味しくなってバランスを取ろうという風に、これがしてると。バランスが大事ということになるんですよね。昔の人は本当すごいなと思いますよ。まさかまさか、真冬にバナナ食べてないですよね。真冬にキュウリ、トマト、夏野菜食べまくってますか？さすがにそれはね、ダメですよ。私体冷えそうなんですよ。真冬でも寒くて寒くて真夏でも冷え性でって言ってる人が、真冬でキュウリとかバナナとか食べまくって焙煎されたコーヒーを飲みまくって、あのね、コーヒーも同じ、南国で取られますよね。南国に取られるの飲み物を飲んだら、焙煎して飲んだら、それがね、体冷えますよ。で真冬にね、寒いスターバックス、スタバに行こう、スタバのコーヒー飲んで、あったまるわー、地獄。地獄一丁目に、レッゴーということになりますんで、本当にね、そんなこと言わないでくださいね、本当に。100円玉で買えるぬくもり、熱い缶コーヒー握りしめってね、真冬にそれをやってたら、体が、芯から冷えますからね、ということになってしまうの受け合いなんですよ。だからね、真冬に朝バナナ健康にって食べてる人がめちゃくちゃ多いんですよ。やめてね。本当にやめて。悲しいことになるから。冬は夏の野菜食べちゃダメなんですよ。キュウリ、トマト、バナナ、サラダ、本当にね、あんまり食べ過ぎちゃダメ。100歩譲って食べてもいいっすよ。ではね、バナナに塩かけて食べて、サラダに塩をいっぱいかけて食べてっていうことなんですよね。サラダにドレッシングかけていいわ、もうドレッシングかけていいから、本人の塩わーってかけてから食べて、もっと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 美味しくなるから。美味しくなって体の中が温まって健康になるんだったら最高じゃないですか。そういう風にやってくださいね。お酒も一緒。お酒もソルティードッグってありますよね。アルコールは体を冷やすんですよ。利尿作用もありますし。だから、塩を周りに蓋のところにくっつけて、それと塩と共に取ったら、あんまり体は冷えまくりませんよ。日本酒もどう？当てに塩をバクバク食べますよね。あれと一緒。あれをやってくれということなんですよ。オレンジジュースもそう。オレンジジュースもトマトジュースも何でもかんでもそう。本当にね、夏野菜系のやつは塩をかけて、塩をくっつけて、塩を当てにして食べて、美味しくなるんです。体も冷えないから、それ体は分かってるから求めてるんですよ。緑茶ありますよね、緑茶。もうコーヒーもそうですよ。あとはフルーツ、果物の柿とかもそうです。北の方では全然取れないですよ。取れない。それはね、なんで、だってね、北海道とか東北地方で柿が取られて、バン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 食べてたらめちゃ冷えですよ。冷え冷え。北海道とか東北地方でコーヒーができて、もしできて、それをね、自然界でできて、食べまくったり飲みまくったりしてたら、体冷え冷えで人間冷え冷え人間になって死にますよっていうことなんですよ。だから取れないですよ。っていうことなんですよ。だからね、ほんと季節とか地域に合った食べ物を食べましょうね、ということ。そこ、大事なんですよね。氷に塩かけたことあります？どん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 冷えるんですよ。固体から液体になる時っていうのは熱を奪うんですよね。小学校のね、教科書見て。氷に塩をかけたらどん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 冷えてきますよ。逆に、お湯に塩を入れたら保温するんですよね。温まって、どんどんなかなか冷めないようになると。それはね、沸点が上がるからということなんですよね。でね、塩っていうのは、そのものの、なんか性質をパワーアップするっていう働きがあるんですよ。氷だったらもっと冷えるし、お湯だったらもっと温まっていくし、っていうこと保温されるし、人間だったら人間が食べて、めっちゃパワーアップしますよ。僕ね、本当にね、10年ぐらい前から、まあ大体ですけど、塩を食べ始めてるんですよね。めっちゃパワーアップしてますよ。10年前の僕を知ってる人、本当に喋ろう。もう本当全然違うから、よく分かってる人は分かってると思うんですけどね。本当ね、人間は温かいので、塩を食べますよね。温まっていくんですよ。情熱まで熱くなるということになるということですよね。だからね、北海道と沖縄、上と下では全然食べ物がね、もう全く味も好みも全く違うのは当たり前なんですよ。寒いのと暑いのとっていうのがあるからということ。沖縄は塩分薄めでもいいんですよ。だけど北海道とか東北とか上の方とか寒いエリア、もしくは冷え性の人、寒がりの人は絶対塩を減らしてはダメなんですよ。本当
沖縄は薄味で、北海道は濃い味で油ディッシュ、油で保温しようとしてるからっていうのがあるから味が違うのは当然ということなんですよね。新潟とかでも知ってます、背脂いっぱいのラーメンなんですよ、冷えないようにということなんですよね。北は寒いから温めなきゃいけない、南は暖かいからそんなに温めなくてもいい、塩の量とか味の違いも全然出てくるということなんですよね。北はね塩を使う量が多い、南は塩を使う量が少ない、それはね自然の摂理、人間の摂理にかなってると、かなってるということなんですよね。サラダをね絶対食べるなとかいうことじゃないんですよ。ただドレッシングとしてサラダに砂糖をかけて食べ、真冬に食べたら健康にいいどころかめちゃくちゃ冷えるからやばいよということなんですよ。バナナに砂糖をかけてチョコバナナとか美味しいなとか言って真冬に食べまくってるっていうのは自殺行為だぞっていうことなんですよ、本当に。だからねしっかりとバランス、しっかりね、冬だったら塩をしっかりかけて食べればいいっすよ。サラダで食べてもいい、ただ塩をいっぱいかけて食べよう。バナナ食べてもいい、塩をかけて食べてみて、美味しいから。日本酒とかビール酒飲んでもいい、塩をおつまみにしながら食べよう。きゅうり食べてもいい、塩をいっぱいかけて食べよう。そういうことは冬だったねということになる。全てはバランスなんですよ、カリウムとナトリウムのバランス、そこで人生をつないでいって元気に過ごしていきましょう。そうすると皆さんの人生大きく変わってきますよ。塩をね毎日の生活に取り入れるっていうことがどんだけ大事か。子供がねもう毎回今日も朝もバナナ食べてたんですよ、塩をかけて食べてたんですよ。それだけでもうこっちは見てたらもうニヤニヤしてくる、本当に。あ、カリウムとナトリウムのバランス取れてんな、翔子ちゃんっていう話に、ね、なってるんですよ。で、ちゃんと子供にね、5歳だけど教えてあげる。バナナっていうのはカリウムが入ってるんだよ。それに対応するのはナトリウムなんだよ。塩なんだよ。だからね、ホッピーの塩をかけて、まあ騙されたと思って5歳児、食べてみって言って食べたんですよ。そしたらね、美味しいって言って、めちゃめちゃ体を求めてるんですよ。5歳の子供は本当にね、分かってるんですよね。美味しい、体にいいっていうのは。だからそれをね、食べてるのをね、見てると本当こっちもニヤニヤしてくるんですよ。だからね、いい食べ物を食べて、子供にもそれをね、分かるか分かんないか分かんないですけど、伝えるっていうことが本当に大事なんですよ。だからね、しっかりと細かく伝えてあげてって思いますね。そしてみんなね、健康にね、暮らしていきましょうよ。ね。チャンネル登録も皆さん本当にありがとうございます。みんなでね、健康になって、ほんでこうチャンネル登録者もちゃんと1万人頑張っていって、なんかこう、みんな必要仲間大集合みたいな感じでやりたいなと思いますんで、皆さん、チャンネル登録もよろしくお願いします。健康にいい発信をこれからも続けていきますんで、応援よろしくお願いします。ではまた。